兵庫県では今日、日中の最高気温が35度以上の猛暑日となるところがある見込みで、神戸地方気象台は高温注意情報を発表し、熱中症への対策を呼びかけています。神戸市内でも今日は日中の気温が35度を超える猛暑日となりそうで、神戸地方気象台は県内に高温注意情報を発表しました。まだまだ暑くて困りますね。なるべく人がいない時間帯と少なそうな場所は探して、もうママ友たちで共有して行ってます。なかなかこう外に出かけられない中で、子どもの熱中症だけ気をつけながら、水分補給しながらという感じでやってます。楽しい。神戸地方気象台によりますと、県内各地の予想最高気温は、神戸と洲本、それに姫路で35度、豊岡で38度となっています。神戸で30度以上の気温が続くのは午後9時ごろまでで、豊岡では午後6時ごろまでと見られています。また、神戸市消防局によりますと、今月22日から昨日までに、神戸市内で熱中症の疑いで救急搬送された人は109人に上るということです。神戸地方気象台は熱中症の危険が特に高くなっているとして、水分や塩分の補給など対策を取るよう呼びかけています。